こんにちは、ゆうです。バズドラのお時間です。ちょっと背景とか変わったと思うんですけど、ちょっとね、動画を休みして模様替えしてました。ちょっと撮影環境とか整えて、はい、ちょっとね、声がちょっとハウリングしてるかもしれないですけど、はい、すいません。それでは今日無課金サバカ柴犬丸やっていきたいと思います。あ、今日お誕生日の方おめでとうございます。今日やっていきたいのです。あ、もう久しぶりに喋るからもうちょっとね、滑舌がもうゆるゆるですが、ゆるゆるっていうのかな、はい。クローズワーストコロシアム、僕なりに、もう全然ね、クローズ、正直ね、ちょっと無課金にとっては、ちょっとまあ、意思を使って引くのは、ちょっと厳しいのかなと思うところであって、それで、しかもちょっと交換の球もなかったんで、はい、ちょっとね、手持ちのキャラだけで、本当に速度は出ないんですけど、周回パーティーを考えたんで、はい、それではご紹介します。柴犬丸周回バージョンみたいな感じです。はい、こちらですね、もうリーダーね、はい、リーダーの4代目武装戦線副と、ごめんなさい、漢字がわからないで、村田十条さんです。十条って読むのかもわかんないです。はい、さんですね、はい、に、中学生です。スキブプラスで10連ガチャパー、一応ね、小学生をスキブプラスだったんで、つけるためだけに上限解放してるだけで、はい、もうレベル全然上げなくていいです。で、トラファルガーローをですね、こうシャンブルズしてね、まあね、もう見た皆さんならもうお分かりだと思うんですけど、リダチェンします。はい。で、スキブプラスプラスはこの、ごめんなさい、なんかついてました。はい。で、スキルチェーン2つに、ウェイド・ウィルソン、マーベルの武器ですね。はい。で、こちら、カリン・ドラゴンですね。カリン・ドラゴン、小学生、冬、上演解放、コンクエスト・レコード。はい。アレキサンダー大王の武器ですね。まあ、冬のダンジョンでもないのに、冬、まあ、ちょっと変えるのもめんどくさいということでね。はい。全然これスキル足りるんで、大丈夫です。で、こちらが学園イナですね。学園イナの水バージョン。はい。で、小学生、スキル、プラスに上演解放。で、集中砲火、ワンパンマン武器ですね。はい。で、こちらがグランエルブですね。グランエルブに、潜在が消せない解除に、イノセントメモリアルつけております。普通でやったら、二体攻撃持ってないんですけど、イノセントメモリアル、精霊の貴族性のサイレアキャラのアシストすることによって、いきなり消せない解除がつけれるんでつけております。で、フレンドさんの、グランエルブに、スキルチェーン2つ、回復キラー1つに、あとは、ボトムレスグリード。これ、あれですね、鍵の勇者と大罪竜。反対だったっけの武器つけて、これで、もう全耐性 100% となっております。はい。で、バチャ HP プラスですね。はい。ちょっとね、一応クリアはしたんですけど、ちょっとグダっちゃったんで、もう一回ね、ちょっとスムーズにいけたバージョンをお届けしたいと思って、今撮り直しております。クロードワースト殺し合いの最強の男たち壊滅級対戦。よろしくお願いします。ちょっとね、グダっちゃったんですよね。まあ、それでもね、まあ、10分もかかってないんですけど、まあ、10分ね、まあ、まあ、いいのかな、いいのかな、最悪これで負けたらもうそれで動画にしようかな。で、これまずカリンドラゴン使ってあげて、あ、シャンブルズ使ってあげて、その代わりちょっとスキル確認はね、オンにさせていただきますね。で、ここ威嚇してあげて、で、ここも威嚇してあげて、はいはい。で、とりあえずね、消えちゃったか、お前や。これ多分倒してまうわ。ここがね、いきなり倒しに行っても、あ、大丈夫。ちょっとね、ちょっと回復したい気持ちも、また消えるんかい。オッケー。これ倒してまうかな。はいはい。このね、グランエルブが、あと一旦溜まるタイミングぐらいで行きたいんですよね、ほんま。そうやのに、ことごとく消えるから、回復、僕のその、なんすかね、その、落ち込ん管理が下手くそすぎて。もう火になったんでね、はいはい。で、この2ターン、あと残り2ターン、1ターン ?2 ターンか、はい。闇属性の集中砲火の武器の、闇属性インハーが効いてるんで、闇だけでもね、4つ消しできれば、結構ね、割とサクサク、この先生、闇属性が多いんで、はい。こうやって行ってくれると。あと、村田十条さんか。十条さんに、その、10連ガチャパワー、つけてるのは訳があってですね。その前に、ここ、稲絶対使って、で、グランエルブ使ってあげると。絶対ここはグランエルブ使ってあげると。ここだけね、
ワンパンできんと、どうしようか。コンボ現象が2ターンぐらい来るんかな。で、グランエルブとか、この編成のみんなが10コンボとかに結構火力ね、依存してる部分が、力操作になってるパターンが多いので、はい、なので、まあね、はい、コンボ現象がうざいわけです。まだか、よし。コンボ現象がもう鬱陶しいとしゃあなくなるんで、まあ、スピードをただでさえ出ないスピードがよりもっと遅くなるんで、よしよしよし、よし、はい、はい、オッケー、ゴフロアか、オッケーオッケーオッケー。でここでカリンドラゴンを使ってあげるといいのかな。ここでカリンドラゴンを使ってあげます。で、この、で、グランエル解放してあげて、この、ここら辺あるじゃないですか。ここの下に、盤面が縮小されるんで、ここら辺に水と闇を置いてあげると、1セットだけでも、3つずつだけでいいんで、置いてあげると、次のターン軽減貼れるんで、1セットも置けてねえな、これ。まあ、いいか。打ってくるでしょう。はいはい、打ってきましたね。はい。あ、脱げへんかったね、そもそも。オッケーオッケー。まあまあ、それはこれでいいんですけどね。はい。んーなぁね。グライノブ使っちゃおうか。これはこれで、まあ、ありなんですよね、実は。残ってくれるパターン？イナと、イーナとカリンドラゴン確実に使えるんですよ。なので、全然ありなんですよね。オッケー。で、次、盤面縮小されると。確保できてるんだろうな。はい。で、ここでイーナを使ってあげます。はい。はいはいはい。で、水をね、ここに置いといてあげて、真ん中にね、水を1個、2個置いといてあげたらいいかな。まあ、あ、2個出てきましたね。で、両端2列をこの闇に変えてくるわけじゃないですか。で、この場合にカリンドラゴンをこのタイミングで使うことによって、その空いてるとこをもう、カリンドラゴンが、その水に変えてくるんで、水から優先して生成してくるんで、そしたらね、もう全然、はい、負けないですね。で次から、盤面も拡大されるんで、まあ、おそらくですけど、水闇は作ってくれるんじゃないかと。作ってくれますね。はい。はいはい。でもこのターンはね、別に、もう抜きに行かなくて。はいはい。大丈夫ですね。あ、もう一個下げたかったな、ヒードロップ。オッケーオッケー。はいはい。よし。はいはい。で、ここもデバフ食らってるんで、もう無理に攻めない。無理に攻めない。はい。オッケー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 。よし。はい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 。よし、切りをつけましょう。はい。で、ここでグランエブ使ってあげて、どうしようかな。次が、またあるんか。まあ、2段でいいか、別に。はい、5、6キロも入るんでね。はいはいはい。はいはいはい。はい。はい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 。ほんまはね、グランエルブ。攻撃キャラとかをね、攻撃悪魔、攻撃体力が多いんか、このクローズのキャラたちは。をつけれるキャラを選んだらいいんですけど、割と僕持ってないので、はい。持ち合わせがないんですよね、はい。で、ここを、まあ、はいはいはい。はいはいはい。次ね、カリンドラゴン使うんで、ここはもう全然、もう全突破ぐらいで。持ってる火力ソース全突破ぐらいでいってもらって大丈夫です。
で、ちなみに、あの、ミランエルブが、この、クモも大丈夫、はい。はい、怒ってきたと。怒ってきたところでね、もう、これだけやったらね、はい、全然いけるんで。ほい、ほい。ほい。10コンボさえいけば、しかも、落ちコンボ割と取ってきたんで、はい、オッケー。よしよし。しかも、グランエルブ3体捕まってる、溜まってるしね。はい。はい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 。で、ここで、カリンドラゴンを使ってあげると。で、グランエルブ使ってあげて、グランエルブで合ってる？さっきからずっと僕連呼してるけど。あー、闇が。まあ、ええでしょう。多分一発でね、倒せないんですよね、全然。よいしょ。んで、闇になってくれて、ここをあえてグランエルブ、あ、水気になったか。気になったちょっと話はちゃうんやけどな。あの、ここはね、あの、グランエルブが、その、変身キャラクター、キャラっていうのもあって、その、相手の、その、ここみたいな、今みたいな感じですね。あの、無効感の枠を超えないんですよ、絶対に。それで、逃げ切れ絶対倒せるんで。んで、ここで一旦目で防衛張るみちゃったら覚醒の方が飛んでくるんかな。そういう時は、あの、これ使ってあげて、で、このタイミングで、あの、まあ、10連ガチャパーとか使ってあげたら全然大丈夫です。出てこなかった場合は結構楽で、この、はいはい。あ、無効感やったか。まあまあ、ええや。まあ、ええや。OK。はい。ロックね。はい。うおー。で、ここでカリンドラゴン使ってあげて、はい。で、グランエルブ使ってあげて、はいはいはい。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 で、まあ、火も、火属性っていうのもあるんで、まあ、絶対いけると。はい、OK。で、この、どうやったっけ。月島花やったら、こう2ターン目から、これ来る、あの、属性吸収と無効貫通来るんですけど、このタイミングで置いてた10連ガチャパワーを使ってあげることによって、ヘイストはかかるんで、カリンドラゴン使って、もうなんなら、はい。イナーも使ってあげて。で、もう、どっちもね、グランエルブ使ってあげて。はい。あの、シャンブルズだけね、しないようにね。シャンブルズしてもうたらもう、ちょっときつくなるんで、はい。シャンブルズやったらもう、全部解放で、お願いします。あ、闇めっちゃ繋がっとった。まあまあ、や。はい。はい、こんな感じですね。はい。割とサクサクいけた方かな、僕にとっては。はい、これでね、こんな感じでもね、報酬がもうめちゃくちゃ美味しいんで、もうガチャが引きたくない。でも、まあ、報酬は、殺し屋は回りたい。でも、ゆっくりなら OK って感じの方はおすすめです。それではね、この芝居まで、無料ガチャ引いてなかったんで、引いていきたいと思います。はい、まずは開催記念クローズコラボガチャですね。まあ、こっからね、グリコとか出たらね、僕はもう速攻グリコに回すけどね。はい、銀。ね、まあまあまあ、無料はこんな感じなんで。誰だっけ、読めへんのよね。あ、武藤レンジ、はい、なんか武器が追加されるみたいで、はい、はい、こちらが、クリア報酬開催記念ですね。はい、まあまあまあ、グリコが出てもね、あいつ、まあまあまあ、まあ無料ってこんな感じですよね。なんかデジャブしてるけどね。これでしまいじゃ、はい、これがクリア報酬開催記念、これもコロシアムの、はい、クリア報酬です。僕は今回はね、芝居の前のどれも無課金アカウントはもう、ちょっと、一緒に扱わないように。またデジャブやんけ。銀玉だけじゃなくてキャラも再現しとるやん。はい、それでは結果見ていきましょうか。はい、ガチャからが上から、リーゼントの子と丸坊主の子。はい。で、クリア利益はですね、先ほどのお見せすると10分 19.3 秒っていうね、まあもうベラベラ僕も喋りながらしてたんですけど、まあこれぐらいで、割とその、報酬もうまく、
しかもその銀卵のキャラなんですけど、これ確かあのそれぐらいでも全然クリアできるんで、もしよろしければね、こんな感じでも回れますよというご紹介でした。はい、それでは、はい、この辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さんありがとうございました。もしこの動画が良かったよっていう方は、チャンネル登録、高評価をしてくださると励みになります。あとはその概要欄に活動一覧っていうリンク、バックがあって、そこのリンクを押していただくと僕の SNS が全部詰め込んだものが入ってるんで、そちらをフォローしていただけると嬉しいです。それでは、最後までご付き合いありがとうございました。バイバイ、また会いましょう。